コンカルノーのタグボートレイをドスメアーズのブリッジに装備された旋回窓、雪かき車の例、正面窓に4つの円形枠が見え、G の機関車も装備している。旋回窓は船舶や鉄道車両などのフロントウィンドシールドの表面に付着した水滴や雪などを振り飛ばし、乗員の視界を確保するための装置。ウィンドシールドには円形の穴が開いており、 それよりやや小道の大きい円形の金属枠で、同心に取り付けられた円形の窓を比較的高い回転数で回転させる構造である。窓の回転にはモーターや圧縮空気が使われ、発生した遠心力で雨水や雪を振り飛ばす。家庭用洗濯機の脱水機構と原理は同じである。船舶では湿けた海で大波を被った場合などは、 大量の水が連続的に滝のような水流となって窓に降り注ぐため自動車などに搭載される往復動作のワイパーではアームの往復以上の払拭は行えず十分な対処ができない。旋回窓であれば回転している部分すべてにおいて常に視界が確保できる。またワイパーでは圧力を構造上を受けやすいため 波をかぶった際に損壊しやすく、可動部が圧力や塩害で動作不良になる恐れが高いのに対し、旋回窓はこういった圧力や塩害を受けにくい作りにもでき、信頼性、メンテナンス性に優れる。また、往復動作のワイパーでは拭き残した海水が乾燥して塩分が徐々に白っぽく堆積し、かえって視界を妨げる場合がある。海水をこすらずに振り飛ばす旋回窓では、 これが起こりにくいメリットもある。自動車では、ロータリー式除雪車、鉄道車両では、雪かき車などに採用例が見られる。ワイパーでは除雪作業中に連続して降りかかる、雪煙の払拭が間に合わず、低温下では、雪のしぶきが、ウィンドシールド表面に凍結し、湿潤な雪では、ワイパーアームの押しのけた雪が落下せず窓枠部分に、徐々に溜まって、ワイパーの払拭範囲が狭められ、 ワイパーアームやモーターにも無理な力がかかるなど適していない。北海道の鉄道車両ではこれ以外に蒸気機関車やディーゼル機関車にも装備されており少数ではあるが炭鉱鉄道の機動車にも装着例がある。旋回窓自体とモーターを支持する中央の3はほとんどが縦位置であるが札幌市電のささら電車や旧ハボロ炭鉱鉄道の車両のように 水平位置で取り付けられている例もある。ありがとうございます。